セバンカリスイコールスズキはカナダの環境問題活動家、著述家。父親は日系カナダ人で母親がカナダ人。現代文学で博士号を取得したタラエリザベススズキと著名なカナダの遺伝学者で環境問題活動家のデビットスズキの娘としてブリティッシュコロンビア州バンクーバーに生まれる。カリスはエコロジーと進化生物学で2002年エール大学で 理学士の学位を取得している。彼女は世界中で環境問題について講演活動を展開、聴取者に自らの価値観の転換と未来に何を残せるのか、またその上で自らの責任を全うすることを求めている。9歳の時ロードテニソン小学校でフランス語、イマージョンプログラムを受けていた際、環境問題に関心の高い子どもたちが集まって、 情報交換や学習をする子供の環境団体を知る。1992年12歳でカリスはリオデジャネイロで開催された環境サミットに際し子供の環境団体の代表として参加し募金活動を行った。その会議でミシェル・クイック、バネッサ・スティ、そしてモーガン・ガイスラーらのメンバーと共にカリスは子供の視点からの環境問題についての後に 有名になった公演を行い、万丈の拍手喝采を博した。その映像は後に、バイラルビデオとなり、世界を5分間沈黙させた少女として、世界中で有名になった。1993年には、ユネップの世界の尊敬すべき500人の勲章を受けた。また、同年ダブル電車が、彼女の環境問題を取り上げた、世界に伝えてというタイトルので、 32ページほどの家族向けの本を出している。2002年、彼女はイエール大学を理学士を取得して卒業した。2002年の春、カリスはスカイフィッシュプロジェクトと名付けられたインターネットを基盤としたシンクタンクの立ち上げを支援した。コフィーアナン全国際連合事務総長の諮問委員会の一員として彼女とスカイフィッシュプロジェクトのメンバーは 2002年8月ヨハネスブルグでの持続可能な開発に関する世界首脳会議で責任の認識と呼ばれる制約を最初のプロジェクトとして掲げた。スカイフィッシュプロジェクトはカリスが学校生活に復帰するため2004年に解散し、カリスはビクトリア大学の環境科学の大学院のコースに入学した。カリスは 鈴木のネイチャークエストと題するテレビ番組の司会進行役を務めたことがある。2002年にディスカバリーチャンネルの中の子供向けチャンネルにあたるディスカバリーキッズで放送されたテレビ番組シリーズである。デビットの著書、自伝によれば、彼女はエール大学の卒業後、2年間旅行に明け暮れ、その後、ビクトリア大学の大学院に入り、ナンシー・ターナー教授の下で、 伝承民族植物学を研究することになったという。現在は結婚し、夫と二人の子供と共に、ハイラグワイに居住している。2012年再びリオデジャネイロで開催された、環境サミット登場し、スピーチを行った。ありがとうございます。